よし、ナビ行くぞ。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 はい。おーおーおお。入るのか入るのか。一気満タンじゃねえか。よし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 。よし。ナビ、準備いいか。行こう。狭いには狭いけど、というわけでこのようなお部屋となっております。よし、ナビ出るぞ。よいしょ。はい、というわけ で監督ラボの監督です。というわけで今回はですね、ウィークリー札幌というですね、ペットも泊まれるホテルに泊まっております。部屋はもう完全ワンルームなんですね。はい、こんな形となっております。はい、これは花だ。おさあ、異空間の部屋、どういう反応するのか気になるところです。よし、では新しい空間にご対面。さあ、ここはどこだ？ここはどこだ？なんだこの新しい場所は？なんだ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 ？ここはどこだ？ああ、ベッド。ナビ、10歳誕生記念というわけで、ペットオッケーの一泊のホテルを今回泊まらせていただきました。落ち着けよ、まずお前。ベッドの上に乗るな。ダメだ、乗るな乗るな。どうした？どうした？鏡があります。さあ、開けてみましょうか。お風呂チェック、オープン。まずトイレがあります。トイレは、はい、シンプルなお尻だっけ、じゃあウォッシュレットだ。お尻ってなんだ。そして、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、さらに泡のフェイスハンドソープというものがあります。クラシエの商品ですね。こちらに鏡があります。そしてシャワーにつきましては、まあシンプルな感じですね。1人入りますね。タオルとバスタオルは、バスタオルない？これ、いやでも前回はこの上にあったんだけども、今回ちょっとないぞ。どっかにあるのかちょっと順番に探します。あったー、ウォシュレットがありました。ありがとうございます。はい、そうしましてこちら時計があります。なんだっけ、押し入れ、まあ、いや、オープン。はい、こちらは消臭スプレー。なんだこれ、初めて見たタイプだ。かっこいいな。ファブリックエア。そしてここにハンガーがありまして、こちらで拭き掃除もできるというわけですね。コロコロもついております。そして、ガウン、部屋着としてお使いでき、あ、バスタオル頼むぞ。バスタオル、はい、バスタオル、バスタオルないぞ。どうぞ。バスタオルないかパターンが、はい。そしてこちら、デスクとなっております。あー、いいですね。エアコン、カーテンがあります。カーテンの生地は、あ、これは結構いいやつですね。おしゃれな文様がついております。そしてこちらエアコンでございます。はい、そしてこちらすすきのなんですが、はい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 、もうホテルだらけですね。というわけで暑いので締めたいと思います。テレビでございます。あ、 DVD プレイヤーですね。はい、そしてリモコンが2つあります。ティッシュに、丸い鏡、これはオシャンティじゃねえ、まあ、めちゃくちゃ軽かったんですけど、ちょっとオシャンティです。そしてこちら、ウィークリー札幌、いろんな説明書がございます。あ、ペットのお連れの方。というわけで周辺のペットショップですとか、ペットホテル、ペット病院なんかも書いておりますね。はい、というわけでそんな感じでございます。そしてこちら、なかなか年季の入ったお電話でございます。フロント呼びます。モーニングコールあります。これなんだこれ、はい、メモ帳でございます。そしてデスクスタンド、やはりガジェット好きとしてここは気になる商品です。なんかシンプルに白でいいですね。何も凹凸ないんですけども、タッチ式でつく、消す、
ついたり聞いたりすることができます、はい、そして椅子、はい、上に乗っかってですね、さて弾力性はいかがなものなんでしょうか、見ていきましょう。あ、いいですね。なんでナビ座ってんね、はい、見てこのプシッと音、はい、結構いい感じです。これはなんだ、除湿機かな、乾燥機か、パナソニックの DSFKX1205 というわけで、エアコンの暖房だけで足りないときはご使用ください。あ、加湿ですね。続きまして冷蔵庫、ここは結構安いのでお水は入っていない可能性が高いと思いますが、一応期待していいのかな、まあ、の今の買ってきたんですけど、オープン。あー、やはり何もなかったか、買ってきてよかった。ちょっとな、あ、なんか持ってきたぞ。なんだこれ、これどっから持ってきたこれどっから持ってきた、して、ね、ちょっとベッドにならないで、ベッドだね。そしてこちらがベッドでございます。ちょ、あかん、こちらがベッドでございます。そして枕ですね、コンセントありますね、はい。そしてこれがなんか物かけるやつに、おお、よくあるやつですね、タイガー製のポットと、タイガー製のこれは何ですか、これ何でしょうか、これは分かりません、何でしょうか、え、何でしょうか、なんか沸かすのやつかな、はい。そしてこちら、インビューティアという、あ、じゃあこちらパナソニック製の電子レンジ、こんな感じだったのか、はい、電子レンジでございます。追加の食器をご希望の方はフロントまでお願いします。あ、箸あってよかった、はい、コーヒー、缶切り、グラスがあります。で、ホイール、食用ラップでしょ、で、あれ、ドライヤーと、コップとブラシとか、ヒゲ剃りも確かあんのかな、はいはい、で、ありました、ハンドタオルとバスタオルとゴミ袋が2つあります。というわけで、はい、ペット専用ペットアニメティ、沸騰消毒済み、ご飯皿、水皿、足拭き用タオル、ご自由にお使いください。というわけでこちらですよ、ナビさん。あ、いいですね、ナビの皿はちょっとしょぼいやつなんで、こっちの方がいいですね。よし、もらっていきましょう。ダメです、水とご飯とスリッパはいりません。よし、ご飯を入れるか、自宅から持ってきたこちらのご飯を入れておきたいと思います。はい、ご飯、はい、ご飯、ご飯食えよ、落ち着け。おさわり、おさわり、おさわりは、おさわりは、お前、お手は早い、お手言ってない、行くよ、お手、頑張れ、お手、あ、お手、はい、ゴリ、おかわり、逆、じゃあ一泊してきますか。なりました、お時間がですね7時37分となっております。7時からですね、朝のモーニングコーヒーをゲットできるというわけでですね、これからちょっと行っていきたいと思います。というわけでですね、コーヒーをいただいてきました。待ってましたか、えらく待ってましたか。うわー、すごい。というわけでですね、セルフサービスですね、おそらく飲み放題でございますね。おー、ナビきた、油こぼした。たっぷりめにですね、コーヒーをいただいてきました。お砂糖とミルクなどは持ってくることができますが、ミルクだけいただきたいと思います。では朝のモーニングコーヒーです。あっつ、景色を見ながらと言っても、まあ、ホテルの駐車場なんですけど、朝子なんか言う人いるか。よし、じゃあこれを飲んだら帰りたいと思います。ちなみに本日はですね、お昼からお仕事なんで、一回帰ってナビを置いて仕事に行っていきたいと思います。ナビ、寝れた、やべ、口回ってない。ちゃんと寝れた。あ、ナビ、ご乗車ナビ、こっちで、どうした、ナビ、それは、はい、というわけでですね、
試作できました。今回はウィークリー札幌ペットと一泊泊まってみたという動画でした。皆さんもぜひですねこちらの動画、参考にしていただければなと思っております。ありがとうございました。で時刻は、ちょうど8時ですね。チェックアウトして帰りたいと思います。さらにペットがいる方はですね入館時にですねペット保証というわけですね1万円をですね預けているのですが、特にですね破損ですとか尿漏れですとかがなければ1万円は返してもらえるというわけですね。一応チェックした限りですね特にそういった箇所は見当たらなかったのでまた1万円戻ってくるかと思います。ちなみにペットと泊まらない方はですね鍵をですねキーボックスにあるのでそれを入れるだけでチェックアウトできるそうです。監督は今ですねこのリュックに背負っていますナビがいますのでチェックアウト